プレーしてます。マルチプレイって言ったら4人かなということですね。はい、これは時折この赤い閃光とともにさっとこう移動しています。そうですね、あのこれも魔法の一つなんです。高速移動という形でですね、残像を残して高速で移動していくという動きですね。あと炎の魔法を使ってたりとか雷の魔法を使ったりします。それぞれがそれぞれの魔法を使ってですね、戦うっていう。で横に今あ敵倒したんで、これは生贄にゴブリンの魂を入れているということですね。なるほど、地面からグッと出てくるあの腕も魔法によって。そうですね、それも魔法の一つですね。世界がまあ、ダムな世界でここもちょっと暗いんですけど、全てがあの暗いっていうわけではなくてですね、やっぱり魔物に支配されてますから、はい、暗い感じにはなると思います。おこれもともと人間っていうところがですね、化け物になっていくというところですね。人間がとうとう化け物になってしまった。これはケルベロスですね。頭が3つある狼のようなものです。でもケルベロスというイメージとはまたちょっと違う。そうですね、僕たちが考えるケルベロスっていう何を欲望にこうなってしまったのかっていうのがディテールの中に入っていますね。なるほど、そういうのを見てるとその人のバックグラウンドみたいなのも見れるんじゃないかな。で魔法自体はこう3つここ出てますけど、この3つね、はい、出てる魔法のうち、どれを使っていくか、それの切り替えによって、合計6つの魔法を、瞬時に使えるようになっています。当然攻撃の魔法もありますし、はい、ちょっと光で下から出てきたようなあれは体力を回復させるような魔法だったりします。スピード感っていうのをすごく重視しているので、魔法使いゲームにしたらかなり動きますね。やっぱりイメージだと魔法使いと言われていると前線からちょっと引いたところで魔法を繰り出すような。そうですね、僕は勝手な固定観念があったんですけど、そういう魔法も一部あると思いますけど、それだとで今回、戦士とか、賢者とか、はい、勇者とかそういうファンタジーでよく聞く名前の、職業の人間がいないんですね。魔法使いだけ。だからその中で魔法によって剣士にもなれるし戦士にもなれるしっていう形でですね、剣を作り出す魔法っていうのもあったりとか、はい、いうので全てそれを魔法でやっていくっていう形ですね。今画面に赤い文字がスワッとこう宙を舞うように出てきましたが、はい、敵にダメージをどんどん与えていくとですね、はい、敵のその弱い部分っていうかですね、人間だった時の悲しみみたいな言葉にするっていうですね、文字として浮かんでくる。それを読むことができればなぜ今ゴーレム、はい、ゴーレムの召喚でですね、これ敵じゃなくて自分たちが召喚したゴーレムが敵を、地面から這い出て殴り倒す形があったり、今剣を抜きましたね、はい、で魔法、木を使った魔法で剣を作りました。木を対象にして、そうですね、だからいろんなアイテムを手に入れることができるんですけど、それは代償に使うためのアイテムであって、他のゲームとはそういうところが全く違う形になっていますよね。今ケルベロスの頭が1個鮮血が飛び散りましたね。同時、まあ、これも、時間を止めて今攻撃するという形です。まあね、戦っている時に文字読めっていうのは難しいかもしれないですけど、相当なんか言い訳じみたことを彼は言ってますね。なるほど、魂が叫びの文字になって、でもやっぱり僕どっかしらのマジポイント探してしまう自分がいるんですけど、それも全然、そうですね、代償のあるものを持っていればいつでも使えるっていう、代償のあるものがなければ、それはね、なくなったらもう自分の目とか手とか代償しても構わないということです。それがやはり大きな違いで今、そうですね。あ、これは何ですか。これね、死んじゃったっていうか瀕死の状態に一人なってますね。今仲間が駆けつけて、はい、救済するのか生贄にするのか
これを選べるんです。はい、生贄にしちゃいました。生贄に、はい、じゃあ彼に生贄の魔法をかけてですね、サラマンダーっていう魔法でですね、彼自身炎の力で自分自身が大きな炎となってケルベロスに立ち向かうと。本当でも命を代償にしてます。究極の、はい、それで一気にケルベロスを倒しましたけど、その仲間っていうか、その一人は死んでしまうと。ここで子供の声聞きたい、最後に家族に会いたいっていう、まあ、人の姿、人の姿になってますね。その中でこの人を助けるのか、生贄にするのか、をみんなで決める。無情にも助けない生贄にすると、得られるものがあると。なるほど。で、一人死んでますんで、彼は得られないという形になります。でもそれも、